アルベルト・トンバは、イタリア共和国エミリア・ローマーニャ州ボローニャ県産、ラッザロ・ディ・サーベーナ出身のアルペンスキンヤー。1980年代後半から1990年代に、かけて回転及び大回転で活躍した。冬季オリンピックでは3つの金メダルを獲得し、ワールドカップでは、インゲマル、ステンマルク、マルセル・ヒルシャー、ヘルマン・マイヤーに、ついで史上4位の5賞を挙げている。 レース前日にディスコやパーティーで騒いだり激しい気象を見せたことでも有名。その爆発的な競技力と劣勢でも終盤で大逆転劇を演じること、またその破天荒な私生活と性の響きも相まってトンバラボンバーと呼ばれた。本業はカラビニエル所属の国家憲兵。イタリア、ボローニャ近郊に生まれ。幼少の頃からスポーツ万能でテニス、サッカー、 ダートバイクなどをこなしたが、最も、トンバの心を捉えたのがスキーだった。1981年、トンバは、ジュニアスキー世界選手権で4位に入り、同年にミラノサンシーロの丘で開かれた、パラレルスラローム大会では並みーるイタリア代表、A チームのスキーヤーに勝利した。そして1983年、わずか17歳のトンバは、イタリア代表 C2 チームの一員になり、 プロスキーヤーとしてのデビューを果たした。ヨーロッパ選手権で三勝を挙げた後の1985年、トンバはワールドカップへ参戦した。翌1986年シーズンのトンバは当初の62位から6位へとランキングを大幅に上昇させ、スキー界に大きな驚きをもたらした。同シーズン終盤のアルタバディアでは自身、 ワールドカップ初の表彰台に上り、1987年には世界選手権でも大回転で銅メダルを獲得した。1987年11月27日にトンバはワールドカップの回転で初めて勝利を収めた。その2日後、トンバは憧れのステンマルクを破り、大回転でも初勝利した。このシーズンにトンバは9勝を挙げたが、最終ランキングは、 スイスのピルミンツルブリケンに次ぐに出会った。トンバはポイントを得るためスーパー大回転への参戦を起としたが、ほどなく早すぎるレースは危険だと表明した。最も得意とする2種目、回転と大回転でトンバは非常に積極的なスキースタイルを展開し、それは多くの成功ももたらした。しかし、トンバの両競技への変調は他競技で得られたであろう。 ポイントを逃すことにもなり、ワールドカップでの勝利を失わせることにもなったと考えられている。また格好については、祖母に危ないから出るのを止めなさいと言われたため、出場することはなかった。1988年カルガリーオリンピックでは、トンバは回転と大回転の2種目で、金メダルに輝き、スーパースターの地位を獲得した。しかしその後2シーズンのトンバはスランプに陥り、 1989年の世界選手権ではスーパー大回転6位、大回転7位に終わっている。1990から91シーズン、トンバはワールドカップ大回転でランキング1位を取り戻したものの、世界選手権では不振が続き回転4位であった。トンバの完全復活は1991から92シーズンである。同シーズンのワールドカップでトンバは、 優勝9回、2位4回、3位2回の成績を挙げ、終盤までスイスのパウル・アッコラと総合優勝を激しく争ったが、僅差で敗れた。1992年アルベールビルオリンピックで、トンバは金メダルと銀メダルを獲得し、目覚ましい復活シーズンの優秀を飾った。1993年の世界選手権でのトンバは、全く良いところがなかった。 大回転では発熱し、回転では致命的なミスを犯すなど、トンバはこの大会で得たものは首痛のみだった。その他でも、日本の大会でトンバは好成績を収められなかった。日本の雪質との相性が悪かったためとも言われている。それでもトンバは、かつての栄光を取り戻しつつあった。逆境であればあるほど実力を発揮する現象は、トンバ効果と呼ばれた。 1994年リレハンメルオリンピックの回転でトンバは1走目で首位に1.84秒の大差をつけられメダルは絶望的と見られたが2走目では前例がないほどの驚異的な滑りによって銀メダルに輝いた1995年トンバはワールドカップで11勝を挙げてついに総合優勝を果たしイタリア人として20年ぶりにアルペンスキー界の 頂点に立った。これまでのトンバは単独種目での優勝は数回経験していたが、総合優勝は初めてだった。通常総合のタイトルを獲得できるのは5種目に全て出場し、いずれも高い成績を残せるオールラウンダーであるが、トンバのように技術系種目のみでポイントを上げ、スピード系種目及びアルペン複合でポイントをほとんど獲得していない選手が総合優勝するのは、 異例中の異例であった。1996年の世界選手権でも2つの金メダルを獲得したが、うち1つは1層目の首位との0.81秒差を覆しての勝利だった。トンバの栄光にも終焉が近づいていた。1998年長野オリンピックで彼が得たメダルはなく、トンバの時代が終わったことを人々に印象づけた。 そのシーズンのワールドカップでもトンバは回転で2勝を挙げており、必ずしも不甲斐ないシーズンだったとは言い切れないが、トンバは1998年10月3日に引退を発表した。トンバはワールドカップで10年間にわたりごとシーズン最低1勝を挙げた一人であり、同じ実績を残したのは唯一インゲマルステンマルクのみである。2006年、自国イタリアで開催された。 トリノオリンピック開会式では、聖火ランナーとして登場し、最終ランナーのステファーニア・ベルモンドへ引き継いだ。総合ジュミー、ありがとうございます。